和田強史10月31日から1958年9月3日は日本の陸軍軍人。天笠正彦と共に関東軍外部から満州事変に関与した後、満州国で活動し、満州国陸軍中将、満州国共和会監査部長、東亜連盟同士会代表などを務めた。石原幹事の片腕と言われていた人物である。福島県出身。 旧合津藩市で私学館を務めた和田又四郎の三男。合津中学から仙台陸軍幼年学校、陸軍中央幼年学校本科を経て、陸軍士官学校29期を卒業。1917年12月、不評勝位に任官した。現在は不評第65連隊でシベリア出兵に従軍後に富山学校へ進み、 成績優秀と認められた。1920年4月に注意進級後、同行教官となり、不評第17連帯府、休職を経て1926年6月に予備役となる。この早期の予備役入りは、結婚を望む女性の協議が、将校が、その結婚に必要とした、軍部大臣の許可を得られないためであった。和田は休職中に結婚した。鹿児島に中、 旅順工業専門学校の教職を経て、1931年9月、関東軍参謀部職宅となる。同月発生した満州事変に、天春正彦と共に、部外指導者として関与した。和田は、日本や満州の青年を集めて、安し安遊撃隊を組織しその司令に就任。満州国軍の陸軍中将となった。しかし、遊撃隊の軍政部位官をめぐり、 満州国軍中央部と意見が一致せず辞職した。後任は中学の先輩であった藤井修行である。後満州国共和会監査部長、東亜連盟同士会代表を務めた。東亜連盟顧問は、富山学校以来のつながりのあった石原幹事である。戦後は公職追放となり、1938年に帰国して以来伊豆に居住し、 逃亡中の辻正信をかくまっている。地償会会員。幕末の日新官官長、伊深卓タ門は祖父である。父は伊深から一刀流溝の口派の奥義を伝授されており、和田及びその弟である、和田進に奥義を伝えた。幼年学校時代の和田は堅実に優れた技量を示し、将位任官後も、軍の大会では優勝経験を有する。和田進は、 剣道藩士球団に進んでいるが、兄には、勝つことができなかったと語っている。長男は、四郎、イブカヤエは、十枚、他の親族については、イブカタクエモン親族を参照のこと、ありがとうございます。